フェデリーコ一世、または、フェデリーコ四世は、ナポリオー。フェルディナンド一世の次男で、アルフォンソ二世の同母帝、フェルディナンド二世の王子である。1496年に創生したおいフェルディナンド二世に、子がなかったため、ナポリオー位を継承した。しかし、フランス王ルイ十二世とアラゴン王フェルナンド二世が、結託して、1501年に、フェデリーコを廃位した。 ナポリは一時、ルイ12世の支配下に入ったが、1504年に、フェルナンド2世が脱出した。フェデリーコはトゥールで1504年に死去した。フェデリーコ1世は二度結婚している。最初の妻は、サボイアコアメデオ9世の娘アンナで、1478年に結婚したが、2年後に種別した。二人の間には一女がいる。二番目の妻は、 イザベラデル・バルゾで1486年に結婚した。二人の間には三男二女がいる。歴代のナポリオは正式にはシチリア王を称していた。本校人物以前にフェデリーコという名のシチリア王はナポリ王国の分立以前にフェデリーコ一世が分立後のシチリア王国にフェデリーコ二世、フェデリーコ三世が存在したため本校人物は シチリア王としては、フェデリーコ4世となる。なお、ナポリオ王位とシチリア王位は、アルフォンソ1世の時代に一旦統合されている。ありがとうございます。